ホボス2号は1988年にソビート連邦が打ち上げた火星探査機。火星とその衛星ホボスを調査したが観測中に更新が途絶えたため不完全な成果しか収められなかった。同系機としてホボス1号がある。ホボス2号は1988年7月12日にバイコヌール宇宙基地からプロトンドケットで打ち上げられ火星へ向かう軌道に乗った。 火星到着前に通信が途絶えたホボス1号に対して2号は1989年1月29日に火星周回軌道へ成功率に到達した。原則に使用した逆噴射モジュールは周回軌道上で分離された。探査機はまず火星を観測し、3月27日に衛星ホボスに接近した。計画ではホボスの50メートル以内まで近づき、 二つの小型着陸機を投下する予定だった。しかし接近の途中で搭載コンピューターの故障が生じた。この時、ホボス2号は自動運用でホボスを撮影し、電力を節約するために送信機を停止していた。撮影終了後、予定の時刻を過ぎても通信が確立できなかったため、地上から探査機へ向けて緊急コマンドが送信された。 約4時間後に17分間の弱い信号を受信できたが探査機は回転状態にあり定理得アンテナでしか通信ができない状態になっていたテレメトリの解読ができないうちに再び通信が途絶し以後通信が回復することはなかった結果的にホボスに関して得られた知見はごく限られたものに止まったソビエト連邦が1991年に崩壊したため ホボス2号は、同国が打ち上げた最後の惑星探査機となった。現在は、火星の人工衛星あるいは人工巡衛星として、好転していると考えられている。ホボス 1&2 コンピューターフェイルアーズ。ザリスクダイジェスト1989年9月14日。 http://catles.ncl.ac.uk/.risks/.q.24.html s サブジサン2011年11月28日。閲覧。フォーボススプスクラフト。 ロシアンスペースウェブ、http コロンスラッシュスラッシュ w w w r u s s i a n s p a c e w e b c o m スラッシュ phobos.html2011 年11月28日閲覧。ありがとうございます。